イランのペゼシュキアン大統領は、7月の就任後初めて国連総会で一般討論演説に臨みました。対立してきたアメリカに対話を呼びかけました。ペゼシキアン大統領は演説で、イラン核合意を再建するため、2015年の合意に参加したアメリカなど6カ国と協議する準備があると表明しました。 その上で対等な立場で協力関係を築く用意もあると述べアメリカとの対話を再開したい考えを示しましたイランではアメリカによる制裁で経済が長く低迷していて対外融和を掲げて就任したペゼシュキアン大統領は制裁解除には核合意の再建が必要と主張してきました